やっぱこのゲームやってて、はぁってなる瞬間って割とここやからな。話す機会があったんだけど、人間ステータスが上がった時、本で覚えたこと話したらすっげー盛り上がったんだよ。しかも今度一緒に遊びに行くんだぜ。なんでフルボイスな。偶然うまくいったからって浮かれている場合じゃないぞ。これ大事なこと。いいか、知識だけじゃダメだ、立ち回りの器用さも大事だぞ。相手を受け入れる優しさはもちろん、優しさ、時にはビシッと言える度胸もいる。優しさ、人を引きつける魅力だって必要だ。なんかあんちゃんとどうこうなるんなら魅力いりそう。結局最後は人間力がものを言う。日々精進が大事なんだぞ。そうね。マジか、そんなのハードすぎるだろう。大変やねんで。けど俺、彼女作るためなら頑張るよ。とりあえず毎日風呂入って綺麗にしとく。不潔なやつは嫌われるって言うし。風呂入るとかそっからなんや。あー、知識、魅力、器用さ。そやな、なんか人間ステータスが足りなくて選べない選択肢とかもあるもんね、これ。今の話、他人事だと思うなよ。もちろん分かってるじゃないか。いい心がけだぞ。おはよう。ん？そこに何かあるの？そこに何かあるの？あ、変なとこで立ち聞きしてたから。そういえば電車事故といい、バレー部員の件といい、今年は物騒な話が多いですね。突発的精神暴走なんて説もありますが、どれも直接の原因は不明。まあ数学の世界においてはこういった未解決事件はザラです。では君、え、何？また図見るの私？隣り合う領域と色が被らないよう塗り分けるには数色あれば十分と言われています。この数にちなんだ定理の名前ご存知ですか？何やったっけこれな。私な、こういうアプリで遊んだことあるで。なんか絵柄を隣り合わないようになんか塗っていって完成させるっていうアプリがあって、パズルアプリみたいなのがあって、それでな、何やったっけな、でも確かね4色やねん。え、3色やったっけ？3色か4色、4色やったっけな。4色あれば塗れるっていうのが、なんかそのアプリのロード画面かなんかの豆知識に書いてあったんよな。4色かな、そのまますぎる。チェバってなんやろ、そのまますぎるかな。分からん、これかな、分からん分からん分からん。でも4色あれば塗れ。正解です。当たってたわ。みんなもやってみて。なんていうアプリやったかちょっと忘れたけど、色塗り、じゃあ塗り絵アプリみたいなやつ。4色定理は常識ですね。常識らしいですわよ。ほら、世界地図でも何でも平面図は4色あれば塗り分けられます。経験上、昔から多くの人がこの法則に気づいていましたが、実はこれ、証明が困難で、長らく未解決問題になっていたんです。当たってたね。佐伯くんってさ、何気にできるよね。やるじゃねえか。アプリもバカにできんな。アプリゲームのおかげやわ。精神暴走事件もこのまま未解決なんてことにならなきゃいいんですが、一連の事件での経済的損失を思うと胸が痛みますよ。でももしかしたら精神暴走ってパレス関係かもしれんな。まあ、ペルソナは大体それがあるもんな。見た。その悪いこと、その力を使って悪いことしてるやつと
主人公サイドっていうのでバチバチやるっていうのがねパターンではあるけど。マジで変わったと思う。え？え、即効性ないの？今普通に暮らしてんの？そうだな。あ、いいとこに。午後の体育は自習。みんなには伝えたけど、念のため。あ、学校来てないかな？鴨志田先生は。あら。休みですって。鴨志田が休み？あの元気小僧が？知らんけど。これ、私から聞いたって言わないでよ。鴨志田先生から自宅謹慎するって連絡が。大会前の大事な時なのに。校長先生も事情を聞きに行ったらしいんだけど、何が何だかさっぱりわからないらしくて。自宅謹慎？自分から？声大きい。君たちの退学の話も保留になるかもね。よくは知らないけど。それじゃ伝えたわよ。すごいな、カモシーがいなくなっただけで退学がなくなるってやばない？結構それ結構なことやで。起きてるみてえだな。廃人とは違えみてえだけど、待つしかねえか。改心ってやつ。まあでもこれで、さてと。そうやな、やることやっちゃったね。こうなってくるとあとはこう学校生活を送るだけやから、みんなでどっか行こうぜ。ごめん、私ちょっとパス。なんか用事？しばらくの間放課後は司法のお見舞い。何もできないけど、せめて顔が見たくて。ああ、きっと大丈夫だ。まだ目を覚ましてないんよね。え、出会った時に優しさ磨け。え、優しさがないとさ、私ってやった優しい言葉もかけてあげられないような鬼の子なん。そんなことあります？普通に人として生きてきたらある程度の優しさって持ち合わせてるもんなんじゃないの？どうしよっかな。これさ、武見先生ってさ、夜の時間帯コミュ行けたっけ？多分リュウジは放課後しか無理やと思うねん、学校でやるから。武見先生行けたかな。ちょっとリュウジ行くか。ちょうどペルソナ持ってるし。武見先生って何やった？死神か。死神のペルソナまだゲットしてないな。昔は全国目指してたのに全然ダメじゃねえか。それ昔ってあんた、でもつい去年の話なんじゃないの？え、何やってんだよ。お、中岡、武石。さっき走ってただろ、窓から見えた。陸上部に戻りたいとか言う気か？は？言わねえよ。ふーん。そういや、ここはお前の練習場所だったよな。けど今は違う。俺ら元陸上部の居場所だよ。部室もねえしな、誰かさんのおかげで。いや、あかん。下二つは煽りすぎよな。ちょっと、コミューの会話は遊ぶと、まずいからな。真面目にやらな。ああ、喧嘩っつうか。ああ、喧嘩じゃねえよ。それ以前だ。転校生だよな。こいつに付き合わされてんのか？気をつけろよ。こいつ、切れるとぶん殴るから。私もまあ、言わんとこか。こいつの親父もそうだったらしいぜ。血だよな、血。怖えよ。ああ、それは関係ねえだろ。いや、まあ一番上かな。一番下は絶対あかんしな。よしよしよし、うまいこと言ってるぞ。3が、あ、でも、そうか。音符3がマックスか。じゃあさっきの会話は2しかなかったから、マックスではなかったか。
あの時は何も聞きたくねえ。みんな鴨志田の野郎には我慢してたんだ。むちゃくちゃなこと言われても、何時間も正座させられても、陸上部のためだって。それを、そのみんなの努力をお前は踏みにじったんだよ。お前を仲間だと思ってた俺がバカだった。それだけのことだ。ああ、さっき父親のこと言われたとき、また殴っちまうかと思った。あかんで。ああ。私のおかげで冷静になれたのね。あ、よかったよ。殴らなくて。かもし、うんぬんの前に、また停学やら退学になっちゃうよ。暴力沙汰を起こしたら。追い打ちか。おい、中岡、なんでもっと言ってやんねえんだよ。は？なんだよ、それ意味わかんねえ。だって。あー、中岡くん。中岡くん、どうやろうね。なんか、あの感じ。そこまでめっちゃリュウジに怒ってる感じなかったように思えるけど。え？ねこれ。電話？改めて礼言っておきたくてよ。俺もいい加減すぐカットになるとこ直さねえとな。あー、どれかな。真ん中はないわな。それがいいもちょっとちゃうやん。もう同調しとくか。ニコ。もともと俺が悪いのは間違いねえし。それにまた騒ぎになったらお前にも迷惑かけちまう。せやで。私一回捕まってんねんから。やめてや。あいつらあの後何揉めてやがったんだろうな。部外者の俺が気にしてもしゃあねえか。とにかく今日はサンキューな。俺。あ、じゃ、足、寝る前にちゃんとほぐしておけよ。そんじゃお疲れ。まあ、彼らは彼らであるんやろな。ああ、帰ったか。中岡、なんでもっと言ってやんねえんだよ、じゃなくて、お前が言えやって私思うけどな。何人に言わせとんねん、お前。あ、志保に報告してきた。鴨志田の蹴りつけたって。まだ意識戻ってないけど、せめてもの償い。私がさ、私たちがパレスの中で、しほちゃん芝居だからとか関係ないよな。あ、っていうかさ、あ、リュウジ普通にアンって呼んでる。ああ。そんな熱いやつだったんだな。中学の時は気づかなかった。あんたたちのおかげかもね。照れくさいけど。改めてよろしく。そんなやつだったんだなーって。あ、あ、クロスワードある。ちょっとこれやるわ。ちょっと待って、セーブさして。書くか。いいか。どうする？戸締まり頼んだぞ。まあ勉強やなー。へえ。まあ雨降ってないからな。ちょっとはかどり方は違うけど。やっぱ授業の回答もしっかり答えていきたいねんけどな。ペルソナの授業の答え、あ、雨や。あー、今日は絶対に一人で過ごす。本当に改心したんだよな。これやっぱあれかな、期限まで毎日この会話するんかな。もうええやん、やれることやったし。かもし、家来えへん、家ちゃうわ、学校来えへんねんから、そういうことやで。よし。いや、待って、バッティングセンターなんて行ってる場合じゃないでしょ。マジでか。図書室よ、図書室。あ、待って、大丈夫？行ったことない？大丈夫かな？いや、武見先生も、捨てがたいけど、やっぱ知性を磨きたいのよね。しかも雨やし、しかもここ
悪口言われることで度胸もつくから、あ、待て、おい、おい、ちょっと待って、雨止んでる、もしかして曇っちゃってる、おや、ちょっと待ってや、午前中だけもしかして雨、確認、降ってない、雨降ってない、うっそー、 あとね、もう一つちょっと待って、もう一つ試したいことあるの忘れてたわ。なんかね、部屋のここかな、部屋のプランターに、プランターっていうか観葉植物になんかあの栄養剤をあげたらいいんじゃないかってモルガナが言っててんけど、栄養剤あげるのって時間経過するのかどうかちょっと確認したくて。ごゆっくりどうぞ。これやな、これは違うな、うん、うん、そう、これをちょっと注入してみるわ、部屋の観葉植物に。で、時間が経過するのかどうか、映画はどう？へえ。タンクトップミリオネア、貧しい少年がクイズ番組で得た金を元手にタンクトップの大富豪。うん、そうだな。どうなんやろね。なんだ？どんなもん度胸上がるんやろ。お金1500円も使うし、結構上がるんちゃうかな。へえ。うん。まあでも今度胸じゃないねんけどな、もう上げたいのは。武見先生の度胸分はもうクリアしてるからさ。仲間と来た方が良かったかもね。まだ誘えないけどね。お前みたいな貧民街の小僧が賞金を得た、投資で勝った、はっ、ありえない、インチキをしたに決まってる。違う、僕の人生に、いや運命に答えがあったんだ。まだほんの子供なのに、なんて肝が据わってるんだ。あ、結構上がるぞ、すごいぞ。3項目はでかない。はぁ、帰るぞ。そうか、やっぱ1500円も払うんやから、こんぐらい上がるか。ああ、帰ったか。ただいま。え、もうみんなまだ心配、まだ心配してるわ。ちょ、リュウジしつこい、もう聞いてない、もう何、うん、こんくらい学校で、そうやで、もうやめや、それ気にすんの、一緒やって。なんか急に不安になってさ、助けてくれたお前が退学になっ、もうええから、私のことは、もう結構ぐじぐじしてるな。あー、この話内緒だからなって、やっぱちょっとぐじぐじしてんな俺って思ってんやろな。ちょっとぐじぐじしすぎじゃない、もうええやん、すーごい気にすんな。そうや、これどう、時間経過しちゃう、うんうん、どう、よし、あ、時間経過しないんや。じゃあこれあれやね、山ほど買っといて毎日あげるべきやな、多分1日1回やろこんなん。やろ、元気なくなったらあげる感じか。うわ、これはもったいないことしたね、今まで全然あげてこなかったね。勉強する？テストいつやろ？7月か。いやでも一瞬やで、こんなんだって他の活動してたら、勉強とか考えたらほんま一瞬できちゃうよこれ、テスト週間。コミュできる人いないよね。いないよね。いや、まあそれなら勉強やな。どうする？戸締まり頼んだぞ。はーい。真面目でしょ私。なあなあ。わざわざおじさんの前で勉強しますって言ってからやってるからね。
上がらんかな、そろそろ。あ、やった、よし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 、オッケーオッケー。さてと、勉強のパラメータは大事やと思う。そろそろでも魅力と器用さ磨いてからな。あ、待って、今日これ祝日？金曜日の字赤いけど、あ、今日祝日か、祝日なんや。あー、予定あんのけ。あ、これデートやな。で、武見先生のこれは、これは多分普通のやつやな。え、そうやな、あれはただの普通のいつも通りのコミやんな。リュウジのは多分お出かけやと思う。わあ、おるな。あ、コープか、コープ活動。いやー、映画を見たい気持ちもとてもあるが。いや、お前か。あー、遊ぶ？あ、普通にコミュか。リュウジとの関係はまだ深まりそう。これさ、どうなんやろね。なんかさ、普通にその学園生活を過ごす中でさ、好感度上がったりもするわけやん。ここで一回リュウジ使うよりもとか思っちゃうんよな。釣れねえな。待っといて、そこで気が変わったら来るわ。あー、ちょっとリュウジに行きかけたけど、武見先生行くか。ただ死神のね、ペルソナ持ってないのがちょっとって感じなんですけど。よし、治験がして、新しい薬できたの。奥に来てもらってもいい？ああ、死神のペルソナ持ってきたかったな。薬飲むだけかな。前の治験薬調整してみたの。あなたの治験経過をもとにいろいろとね。はい、一気一気。強烈な苦味と酸味が押し寄せる。しかもなんだか生臭い。息が苦しい。反応は上々。ぼーっとするでしょ。そういう成分混ぜたからね。麻酔？じゃあ次は体温と血圧、あと血も抜かせてもらえる？運動検査もしたいけど、さすがにちょっとまずいかな。ま、でも最終調整だし、基礎設計の安定を優先させ。え？なんだ、いるじゃないか、男子。え？警察官？前にも言ったよね。捜査したいなら正当な証拠を見せて。高校生の男の子ベッドに寝かせて。怪しすぎるやろ。今日は通報があったんだよ。医療報酬明細書だったか。あとカルテ一式も見せてもらおう。さすがにごまかす暇もなかったろ。ああ、医局長の差し金か。どうぞ。まあ、常に細工してるやろな。今日の患者はこの子一人。医療費の明細を見せろってことは、その通報は不正請求疑惑ってところ。でもそもそも、レセプトなければ本末転倒でしょう。どういうことだ。踊らされたね。その通報単なる嫌がらせだよ。私に対するね。なんだって？おい君、どうしてこんな病院にいるんだ？見たところ病気でもなさそうだし、何かやましいことでもしてるんじゃないのか？え？どれやろう？デートは絶対言ったらあかん。あ、でも私、さやな、心の病気やな。そう、受験戦争でやられとんの。ええ。
そう、受験のストレス。すごいな、ちゃんと伝わってるわ。私と会話できてるわ。内科でも簡単な薬は置いてるので、他に容疑は、こっちも忙しいんだけど。もういい、本当に面倒な医者だ。薬病神とはよく言ったもんだな。あ、めんどくさ。あー、同感。へえ。あ、な、いやー、音符1個しか飛ばんな。怖いな。ちょっと選択肢甘いかも。心配するようなことじゃない。通報したの前の職場の上司だから。あなた前に盗み聞きしてたでしょ。警察けしかけてプレッシャーかけてるつもりなんでしょ。ところで、それより血もらえる。ちょっと貧血になるほど取られんの。献血より取られるってこと。それ献血以上に取られないと貧血になんかならんよ。よし。死神のペルソナ持ってないから、何回かは不発の回があるやろな。今日はこれ終わったら帰っていいから。よしよし、度胸がある。度胸が上がる。そろそろ器用さとか優しさもいるな。あれ、ピロートーク。もしもし、モルモットくん、ちゃんとお家には帰れた？まだちょっとふらついてたから、念のため様子確認。時々いるのよね、帰りに具合悪くなっちゃう子。問題ない、ぼーっとする。問題ないでいいかな。はぁ、1個か。大丈夫だとは思うけど、もし具合が悪くなったらすぐに連絡しなさい。じゃ、また治験の協力よろしくね。同じような治験のアルバイトがいっぱいおんのかな。そういう子おんのよねって感じやもんね。これ世間の声ね。これ変わんのかな、どっかで。あれは変わらんのかもしれんな。ただいま。銭湯って何やった？あ、間違えた。銭湯って何やったっけ。魅力か。どうする？魅力上げとく？まあ勉強はね、図書室でもできるし、その勉強系はね、なるべく飴を狙いたいっていうところもあるから。あと500円でどんぐらい上がるんやろ。やっぱ2目盛りぐらいは、2目盛りっていうか2つ音符ぐらいは上がるんじゃない、お金払うし。おー、まあ、そうやな。やっぱ金払うと得られるものも結構大きいよな。帰るとするか。まあ、魅力は大事でしょう。あ、本読めるわ。ラッキー。魅力やろな、これ上がるの。これ読んでみる。おい。よし。ああ、そういうこと？あ、四軒茶屋の、あ、じゃあ危ないな、これ四軒茶屋のさ、あの中でさ、回ってない施設があったらこれ読まされたんやろな。危なー。そういうことか。危険だね、それはとっても。じゃあこれかな。雨降ってる時の読書もな、ええからな。やっぱりさ、5月6月ぐらい、6月か、6月7月か、あのあたりになると、あ、あのあたりになると雨がいっぱい降るとかあるかな。やっぱ金やな。やっぱ金使ってなんぼやな。おはよう。あ、明後日か。明後日だね。ね、鴨志田、本当に改心したの？知らん、それは。失敗してたらどうしようって、そればっか考えて。もうええやん、リュウジも、アンちゃんも。の不安？志保の仇を取って、
君たちの退学も取り消しにする。そんな、志保ちゃんの私は意識の方が心配。一回きりのチャンスにかかってるんだもん。やっぱり不安だよ。まあね、あれで失敗してたらもう我々もう人生こけちゃうからね。信じて待つしかないんだよね。ごめん、聞いてくれてありがとう。とりあえず学校は行かなきゃね。でもあんちゃんは初めてこれ言ってきたの。リュウジはもう毎日、あいつ LINE までしてきたからな。あ、授業か。この時代英語なんてできて当たり前。話すたびもじもじしてたら置いてかれるわよ。いい、この時間は日本人であることを忘れて自分を外国人だと思い込みなさい。コツは違う自分になりきるってことね。そうやって場面ごとに仮面を切り替える。タレントこそこの時代にものを言うの。ミスターサイキー、あなたはどうかしら。早速だけどクエスチョン、答えてちょうだい。 Are you a personal opinion? どういう意味か外国人になった気持ちで答えて。そうやな、パーソンかタレントかやな。タレントってさ、タレントって日本のタレントの意味じゃないんじゃなかったっけ。なんかそうやんな、確かタレントって違うねん。私たちのタレントって、私たちの日本人が思い描くタレントって言葉はテレビに出てる芸能人みたいな感じやけど、何やったっけな、違うかった気がする。とりあえずこれはパーソンは人物やろ。あ、才能や。うん、仮面を切り替える才能。才能のある人ってことやな。だから優秀な人ってことか。これだ。才能持ち、タレント、つまり才能のある優秀な人物かって聞いたの。臨機応変に答えられたあなたこそまさに A personal of talent。 ちなみにタレントの語源は聖書にも登場するタラントって金貨。優秀な召使いほど神様から金貨を多くもらい、才能でさらに元手を増やしたって話ね。彼結構これテスト出そう。めっちゃちょっといいかもやって。やるじゃねえか。知識ね。本来英語のタレントに芸能人って意味はないわ。そう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 。でも状況に応じて仮面を変えられるのはまさに神様から与えられたタレント、才能よね。テレビで臨機応変な対応ができる人をタレントって呼ぶのもあながち間違いじゃないわ。モルガナが喋るたびににゃーって言うんやろ。大丈夫。さーて放課後ですな。マジでか。やることはありますかいな。あ、しまった。わあ、昨日さリュウジしといてさ、今日武美先生にしといたらよかったな。リュウジなんか今日は暇じゃないっぽい。暇かな。私に連絡してこないだけでおるかな、その辺。これさ、人がどこにいるかわからんのよね。感じるぞ。リュウジおらんかな。てかあれないの、その吹き出し、 なんていうの、その前作とかみたいにさ、お誘いなくてもどっかに常に立ってるみたいな。あー、バイトするのもええな。バイトするか。あ、夜のバイト、あ、そんなんあんの。あ、でも見て、お花屋さんさ、気になる存在やったらできるって。あ、そうか、昼間とか夜って書いてるわ。これとかちょっと優しさ多めなかったりせん、うん、ステータスがだって決まってるとか。よし、
ステータスの条件があるぐらいやから。仕事をやっていただける日に直接店舗に来てください。あ、そういう感じ？あ、そうか、そういう感じか。なるほどね。どうだ？これもそうやろ。よし。なんかすごいシステムやな。働ける日に来てくれみたいな。ないん？最初の研修みたいなやつ。いつ行ってもええん、私。優しさを磨ける。時折花束の注文を受けることがあります。客の要望に対して適切な花を推測しましょう。ちょっと待って、そんなんあんの？バイトしよう。セーブしといた方がよかったかな。よろしくお願いします。はじめまして、店長の花咲めぐみです。今日は私が全部やるから、光太郎くんよく見て仕事を覚えて。よろしくね。それじゃあよろしく。今日はじゃあ私、見学だけですかね。お細いなぁ。はい。やった、今日見てただやったね。今日は見てただけで3200円ゲットなり。まあでも優しさ、磨こうと思ったら、お客さんの要望に応えるのやりたかったけどな。優しさはなかなか、帰るとなかなかどころか初めてトライしたかもな、優しさには。いや、優しさな。ああ帰ったか。あんちゃんが優しさ必要な子かな、コミを進めるのにな。ちょっとそこが気になるところではありますな。ちょっとバッティングセンター行ってみる？どんなもんか。いらっしゃい。夜は打ち放題、成績次第で昼に使える無料券。遊んでいくかい？打ち放題。頑張って。Lスティックの上下でバットの角度の調整。画面中央に表示されるボールの予測位置をもとにバットの角度調整しましょう。飛んできたボールとボールの予測位置が重な…え、難しそう。え、あ、待って、ちょ、ずるいって。え、早っ。やれやれ。あ、でも打ち放題もね、ちょっと待って、難しい。あ、あ、こういうことか。待って待って待って。7、難しい。はあ、打ち放題ってどういうこと？何分間？うん、難しいねんけど、めっちゃ。はー、めっちゃ難しいねんけど。うん、うん、難しい。よー、完全に夜にやるのが、あー、当たらんな。完全に夜にやるのがこれベストやな。うん、あー、今の、はあ、早いな。はあ、そう言うなよ。うんうん、なかなかホームラン難しいねこれ。よし、難しいわ。よーし、 5？ あー、はあ、今のバットの場所良かったと思うねんけどな。よし、どうだ、ちょっと下。7。あー、はあ、なかなかいかんな。よーし、うわー、難しい。ちょっと待って、上の方、あのさ、ちゃうねん、アナログスティックをな、この中途半端なところで固定さしとくのが結構難しい。よし、なかなかホームランはいかん。うん、
何のタイミングやろな。よし、当たるようにはなってきたけど、あんなとこまで飛ぶ？あんな上まで行く？よし。いやー、ちょ難しいホームラン。ちょっと待って、めっちゃ難しいホームラン。飛ばんなー。何分やれるんこれ。打ち放題とは聞いてるけど、何発、何回打った分の何本みたいな、何ヒットみたいな成績のつき方かな。よし、ホームランが欲しいです。ホームランが欲しいです、私。うんうん、これ前とか後ろないよな、縦上下だけやんな判定は。よーし、なかなか。うんうん、よし。あ、わかった、ちょっと下や。うんうん、ちょっと下や。はあ、あ、じゃあ早いな。じゃあさっきな、ちょっと間違って、ちょっとボールよりちょっと上を打っちゃった時に下にバウンドしたんよ。ちょっと下や。その回ちょっと待って、難しいなった急に。うー、よーし。あ、いったー。ホームラン。あ、なな、あー、よし。よーし。やめよう。遊んでいくかい？いや、もうやめときます。やるじゃねえか。ああ。疲れました。解除するか。普通に疲れました、バッティングセンター。あ、ゴールデンウィークか。さてと。そっか、このままゴールデンウィークがあるのか。どうしようかしらん？アリュージア。またゲーセンか。あいつゲーセンにばっかりおるな。ゲーセン好きなんやな。コインゲームでもやってるんやろうが、ゲーセンで。ゲーセン行くか。リュウジ待ってるし。おいっす。よ、お前か。お疲れっす。なあ、まあ今日は多分遊ぶだけ遊んで、んじゃあ行くか。何もないんやろな、選択肢もな。んじゃ、またな。オッケー、これだけ。今日のリュウジとのお出かけ、これだけ。理事会は明日か。あ、来たで、みんな。みんな心配して来たで、ほら。理事会は明日だよね。鴨志田が改心しねえと俺らは退学か。絶対する。してくれなきゃ困る。そうだよな。諦めるのはまだ早いよな。どっちにしろ明日になればわかる。腹をくくるしかねえな。保証してやれなくて悪いな。だが、必ず変化はあるはずだ。信じて明日を待て。大丈夫、私は信じてるから。私はモルガナを信じてる。ではね、5月1日の夜は銭湯に入ってきましたね。まあ魅力をね、あげたくて。度胸も欲しいね。あ、そうか、今日あれやん、理事会じゃなかったっけ今日。
ほら、鴨志田に届いた予告状、歪んだ欲望を取るとかって。そういやそんなあったな。まあどうせただのいたずらだろ、本気にしてるやつなんていないよ。忘れてた、今日、そうか今日か。じゃあ今日一大イベントやね。いきなり朝礼とか。なんであんちゃんだけ制服違うん。どうせ前の飛び降りのことでしょ。なんかこういうのちょっと嫌やねんな。なんかあの他のキャラクターと区別するためにこの主要キャラクターだけ服違うの OK みたいな、ちょっとこれ私嫌やねんな。同じの着てほしいねんな。言われなくても自殺なんてしないっての。変な予告状もあったし、先生もテンパってんじゃない。朝練中止でラッキーだよね。長い話だったら倒れそう。全校朝礼を行います。これどうなんのやろ。先日痛ましい事件が起きたのは皆さんもご存知の通り。もうカモシ出てけへんのかな。幸い一命は取り留めたと聞いていますが、回復にはまだ時間がかかるとのことです。君たち未来ある若者に今一度考えてほしいのは命の尊さ。ああ来た。鴨志田先生どうしよう。しばらく自宅謹慎してたのに小切れ。私は生まれ変わったんです。だから皆さんに全てを告白しようと思います。え、鴨志田先生どうしたの。何あれ。え、セクハラしてたとか全部言うの。私は教師としてあるまじきことを繰り返してまいりました。生徒への暴言、部員への体罰、そして女子生徒への性的な嫌がらせ。鈴井志保さんが飛び降りたのは私が原因です。性的なって、えぇ、ー、ってなるよな。マジ体罰っていうか。私はこの学校を自分の城のように思っていた。気に入らないというだけの理由で退学を言い渡した生徒もいます。もちろんそれは撤回します。何の罪もない青少年をひどい目に遭わせて本当にすまなかった。私は傲慢で浅はかで恥ずべき人間、いや人間以下だ。ゴミやな。ゴミにも申し訳ない。死んでまでします。え、何言ってんの。死んでまでって。鴨志田先生とりあえず降りて。でもそやな、青少年の将来を潰してきたわけやから。私たちが今回標的になったからこれですんだけど、この人のせいで高校退学になって、そこからね人生一気につまずいた20代にもならない若者が何人かいると思うなら、厳しいこと言うようやけど、死んでお詫びは間違ってないと思っちゃうね。解散解散。私は逃げるな。志保だって死にたいほどの事件の続きをちゃんと生きてる。あんただけ逃げないで。死ぬのって逃げることになるの。なんか死ぬのすごい怖いと思うねんけど。その通りだ、全くその通りだ。私はきちんと裁かれ罪を償うべきだ。私は高巻さんにもひどいことをしました。鈴井さんにポジションを与えることを条件に高巻さんに関係までも迫りました。これ嫌やな、これ言われるの。結果的に何もしてないよって話やけど嫌やな言われんの。キモすぎ。ポジション出すんだ。でも言ってくれないとあんちゃんの立場がな。デマだったな。今日限りで教師の職を辞して自首いたします。どなたか警察を呼んでくれ。警察？マジで？すげえ。朝礼は終了します。解散解散して。これ予告通りじゃね。回答ってマジだったってこと。
鴨志田が何かされたのか。いや、心を盗むとかないだろ。でも死んで詫びますとか自首しますとか急に言う。バレそうになったんじゃない。自首のが罪軽いんじゃないっけ。何があったんだろうな。わかんねえけど、鴨志田ってクズだったんだな。クズで済ませない、犯罪者や。鴨志田って犯罪者なんだよ。教室に戻りなさい。みんなあんちゃんと手のひら返して仲良くなるんやろな。ここが変わっちゃったんだね。みたいだな。でもこれで良かったのか。もうしゃあないわな。どうやろ。もうやっちゃったもんは戻らんからしゃあないわ。同感だ。わかんねえ。なんだ。どうしたん。女子二人連れて。高牧さん、ごめん。え、俺たち知ってたのに見て見ぬふりしてた。高牧さん、私誤解してて変な噂広めちゃって。お前ごめん。お前広めたんか。お前が。私全然知らなくて。土下座せえ土下座。額に土かすがつくぐらい土下座せえや。鴨志田に無理やり迫られてたんだね。辛かったね。嫌いやわ。謝りたいって思ってる子きっとたくさんいると思う。謝らんよりマシやけど。ごめんね。嫌いやわ。ううん、いいの。私だってそれに全部済んだ話だから。おいそこ早く戻れ。じゃあ噂広めたあの子なんや。君にも本当に悪いことした。いつか埋め合わせするから。私なんか悪いことされたっけ。心が変わったのはどうも鴨志田だけじゃねえみてえだな。つかよかったじゃん。妙な噂もなくなりそうだし。ねえ、その代わりなんか手のひらくるくるがムカつくこともあると思うけど。いいよ、私のことは。鴨志田に志保のこと謝らせてやった。私それだけで。なら早く報告してやれよ。そうだね。でもこれでそろそろあんちゃんのコミュが開くんじゃない。まだかな。志保ちゃんが退院してからかな。ビビったわ。マジで改心だったな。運よく廃人化もなかったし、100点満点だぜ。パレスが消えても廃人化が起きないってことだろ。なるほど。シャドウが死んじまう前に説得して現実の本人の元に返してやればいいってことか。シャドウが死ぬと廃人化なんやな。人格がなくなるみたいなことか。そうすれば廃人化は起きないってわけだ。つまりちゃんと自白だけ狙えるってことだな。面白いじゃねえの。声でかいから。いや大丈夫だって。つうかどうだった見舞い。志保意識戻った。よかったね。マジか。少しだけだけど話せた。鴨志田が自分のしたことを認めたよって志保に言えた。志保、私にごめんね。だって私が志保のために鴨志田にこびてたのバレちゃってたみたい。謝りたいの私の方なのに。悪いのは鴨志田だぜ。そうだね。志保のお母さんが回復したら転校させると思うって。でもそっか、自殺騒動まで起こしちゃったら通いづらいよね。セクハラとか自殺未遂とかやっぱレッテルついてもあるし。そやな。志保もそうしたいって言ったみたい。寂しなろな。寂しくなんな。でも
私もそれがいいと思った。ここにいたらきっと辛いし。いつだって会えんだろ、生きてりゃ。さあんちゃんのヘアスタイルって私も変わんなきゃ。なんか後ろから見たらすごいよな。にしてもお前、鴨志田のシャドウよく我慢したな。私はただ鴨志田に直接謝らせたかったっていうか。安藤のは優しいんだよな。クズ相手でも廃人化は寝覚めが悪いか。いや違うけど、改心させた方が復讐になるなって思って。あいつのしたこと考えれば生きてる間永遠に頭下げ続けることになるじゃん。世の中死ぬより辛い罰もあるなって思っただけ。怖っ。まあでも廃人化とあの状態で比べると廃人化の方が楽やわな。だって空っぽになるんやもんな、何も考えなくなるわけやん。 まあともかく一見落着だけど、下手したらさ精神がああいう状態やからみたいなことでなんか罪がね、罪を償わなくていいじゃないけど罪が軽くなってしまう可能性もあるし。そういや一つ気になってんだ、カモシーに関してはね。あの城のこと、あんな変な異世界がなんでカモシダにだけあったんだ。別にあのカモシダに限ったことじゃない。欲望で心に歪みが起きてるやつなら誰でも持ち得るものさ。誰でも確かめてみるか。今はいい、しばらくはおとなしくしてねえと。鴨志田のことまた騒がれるだろうしな。どうやって確かめるんやろな。まパレスでやったこと調べるなんて絶対不可能だろうけどよ。そのことだけど、あんたたちもう変な噂立てられてたよ。私もともとやん、結託して鴨志田に暴力マンを脅迫したって。まあ大騒ぎしたからな。だそれ。さすがに怪盗が実在するなんてそうそう信じないでしょ。予告状は鴨志田の悪事を知ってた誰かのいたずらってことになってるみたい。そりゃそうか、やった本人でも信じきれてねえし。ひとまず今後のことは事態が落ち着いてから相談だね。とりあえずこのメダルいくらで売れるか確認しようぜ。いやあかんやろ、カモシーのメダルってわかるんじゃないん。こんなこんなのとっとと売っ払っちまった方がいいだろ。え、そうなん。お、出たで3万。金メダルの価値って3万かよ。え、何の大会の誰がもらったやつとかってわかるんじゃない。え、わ、知らんけど金メダルどんな風に管理されてんのか覚えてる？中学の時に貸したお金。いや3万も借りてるわけねえだろ。え、中学の時なんか仲良かったん？学校中学一緒やったってだけって言ってたけど。利子がついてたらこんなもんじゃない。おい、誰も全部もらうなんて言ってないでしょ。え、仲良かったん中学の時。てか何年も返さない方が悪いし、借りたものは返すって常識だし。金の貸し借りって結構仲良くないとやらんで、学生の時なんて。くっそ。事態を見守ることには賛成だ。そっかそっか、リュウジ。しかしな、我が輩を巻き込んでおいて作戦成功の祝杯をあげないなんてナンセンスだ。こんなキメえ金なんてパーッと使っちまうのもありだな。回答の相談は美食の席でと決まってる。どうだ。ちょっとそれどこで食べんの。まあいっか、だったら行きたいところがあるんだけど。どこだ。志保と行きたいって前から言ってたとこ。俺は借金あるし文句は言えねえ。お前もアンが決めた店でいいか。いいよ。貯金いや貯金がいいけどな、お金はちょっと欲しいな。ラーメンもいいけどな、ラーメンにして残り貯金にしよう。なのいつだって食うんだ。我が輩もアンドノに任せる。じゃあ後で確認しとく。いつ行くよ。早速明日にでも繰り出すか。連休の最後にしない？連休の最後。
次の日からの学校生活に備えて勢いつけるって意味で。あー、連休の最後に外食に行くっていうのはもうさすが高校生やな。社会人の皆さん嫌よね。連休の最終日はマジで家にいたよな。ってことは5日の子供の日だな。で、換金は誰がやるの？任せとけ。何でも買い取る店を知ってる。え？そうだよな。じゃあ、ミリタリーショップのこと？しかしゴールデンウィークはどうなるんや。あのさ、その今までみたいにさ、パレスが残らないやんか、消滅してしまうやん。だからそのレベル上げみたいなことをする暇がないよね、する場所がないよね。あの金メダルって本物なの？いつの間にパレスに。いや、あれは認知の産物、要は偽物だな。本物のメダルは今でもちゃんと現実にあるはずだぜ。あ、そうなんや。偽物なんや。じゃあ鴨志田は金メダル奪われてねえってこと？改心できたんだし別にいいでしょ。ね、金メダルは別にあれはあれであの人の功績やん。あ、普通に消えたらただの窃盗やな。500円か。中学生の500円は確かに大きいな。あの時のイルカのぬいぐるみまだ持ってんの？あのさ、二人でやってくれん。その二人でしかわからん会話。中学の遠足で水族館に行った時にさ、帰りの電車賃使い込んでお土産買った誰かさんがいてね。まあ、お母さんに買ったんやな。鴨志田のやつは一生ものの金メダルをもう二度と誇って生きられない。考えようによっちゃそれの方が死ぬより辛い罰かもしれないな。いや、もうそこまでもう考えるほどになってないやろ。もうあれはふにゃふにゃやん。おう。あ、そや、ごめんね、毎回毎回受け取りしてもらって。テレビショッピングのやつね。あ、アクロソードあるわ。よし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 、やるね。うんうん、よしよし、クロスワード順調ね。今のところクロスワードは多分一度も欠かすことなくやれてるんじゃないかな。さあどうしよっかな。本当はね、度胸上げ越したいんやけどね、武器を上げられるコマンドがあんまりなくて。どうする？入るか。あれやね、全体的に底上げしたいけどね。ランク一つぐらい上げてしまいたいけど。ちなみに昨日はなんかゆず湯か勝負湯かなんかのおかげで。そうやね、音符が1個多かったよね。今日はノーマル風呂。あら？待って、あ、待って、あ、魅力2やわ。あ、ちゃあ、私魅力まだ1やと思ってたわ。2いってたわ。優しさと気を下げりゃよかった。ああ、これ連休どうなるんやろ。よーし、また見とくだけかな。あれ？おい、聞こえてるよな。どうせ暇なんだろ？いつまでも寝てないで手伝ってくれねえか。あー。ゴールデンウィークの1日目もしかして、店の手伝い？悪いね。なんか催促したみたいで。皿洗いぐらいならいっか。ここだって家賃払ってないやろ、別に。過去の変更から一転、逮捕された五人メダリストに一体何が？都内の高校に勤務するバレー部顧問が生徒に問題行為を繰り返していたことを突如告白。顧問の素性が五輪メダリストであったことなどから大きな波紋を呼んでいます。まあそうやろな。常習犯であった教師が全校生徒の前で突然の告白をした心変わりの裏には何があったのでしょうか。警察は取り調べを通じて詳しい動機などを明らかにする方針です。
ああ、これどっかで友達がよく青技作ってて怖かったけど、やっと体罰がなくなるからホッとしてます。そうか、はい、体にベタベタ触ってきたりとかしょっちゅうあって我慢してました。他の子もされてたよね、こういうの。でもセクハラされっぱなしとか嫌だし、よかったです。セクハラの噂はあったんですけど、信じる人の方が少なかったっていうか、やっぱり本当だったんだって感じです。やっと安心して学校行けます。やっぱそうだ、お前の学校じゃねえのか。そやで。私この先生と喧嘩しとったで。学校騒がしくなるかもしれねえけど、お前はおとなしくしててくれよ。いいな。というより手止めんな。まだまだ頼みたいことあんだからよ。っていうかここさ、食費とかどうしてんのやろね。おじさん食費出してくれてんのかな。やれやれ。いや、そうやとしたら週1ぐらい手伝いよって思っちゃうけど毎週日曜日、まあ日曜日が土曜どっちか手伝いよ。まあ、これで学校側も知らんぷりできねえだろ。私も見た。志保の名前出てなかったよね。ああ、でも、そうやな、自殺未遂者が出たっていうところまでは学校さすがに出さんかったんかな、情報。でも、漏れると思うけどな。何々さんって、それで自殺未遂したんですよ、って。あ、そういえば、監禁か。これなんかあんの、監禁。ご主人に手伝い頼まれてもちゃんと断れよ。普通にミリタリーショップに行って売るわけじゃないの？なんかあんの？別でイベントが。これか。あ、待て、危ねえ。一応クロスワード見なきゃ。ないね。いやー、度胸あげたいな。竹見先生絶対度胸いるやろ、あの人のコミュ進めんの。度胸も欲しいし、優しさも欲しいし、器用さも欲しい。お？あなたの奥さんはそばにいるわ。ただ、見えないだけ。まさか、そんな、本当なのか？死者と会話できる女性の不思議な物語だ。ナナ、さあ、優しさあんまり育ててないけど、上層控えめな優しさか。皿洗っとけよ。はーい、帰ったらやります。いいか、生意気言ってんじゃねえ。あ、いらっしゃい。取り込み中？なんでもねえよ。先日地下鉄で起きた列車暴走事故。この人常連さんなん？原因が解明されておらず。だっておじさんおじさん初めての人にもあんな口調な。お客さんで来た初めての人にもなんでもねえよっつって。多発している精神暴走の関与と合わせ、警察はお知り合いよね、命を急いでいます。常連さんかな。ああ、今話題になってるやつ。これ気になりません？普通に暮らしていた人がある日急に乱心したり錯乱状態に、それも立て続けに。偶然かしら。ふん、それはいいとして、ご注文は？ブレンドください。アルバイトの人？余裕あるんですね、ここ。いや、そういうわけじゃ。あなた、高校生？どこの学校？まあ、素直に答えとくか。今話題の。知り合いもそこに通ってるわ。今大変よね。鴨志田って教師、人が変わったように自分の罪を告白したんですってね。それもある日突然。
人間の心理状態ってそう簡単に変わるものかしら。コーヒーまだですか。はいよ。入れてるように見えますコーヒーを。どうなんやろね、なんかおじさん誰にでも、今日こそはメダルを換金だ。誰にでもあんな態度やってる気もするな。買い取ってくれそうな初見の人でも心当たりはあるだろう。ミリタリーショップか、ここちゃんここでもさね、夜来れる。あさね、ここなら夜も来れるから、わざわざイベントにせんか。ミリタリーショップ方面はね行けないから昼間。あれベルベットルームがなくなってた今。おや？買ってほしい金メダル。なんでお前が金メダル持ってるんだ。うちは偽物も盗品も買い取らねえぞ。まあ見てよ。え？事情は聞かないでおいてやる。何よ。あ、これもうちょっと粘ってよかった。え、何に引っかかったやろ。なんか特殊な合金なんかな。これ持って帰れ。メダルと引き換えにお土産だ。言っとくが中を見るなよ。次に来るときに持ってこい。え、何中身は。いいからいいから。祝い？なんやろこれ、なんて読むの。何ひさ、胸ひさかな。なんか私の学外込みこんなんばっかりやねんけど要件はわかるよな証拠あんのかい刑事さん。なんだその態度は。ガサでも何でも好きにしろ。なんだと。警察に協力するのは市民の義務だ。これも警察もこんな多いな。あの垂れ込みは本当なのか。え、そのはずさっさと済ませてくれよ。え、なに。え、なんだその紙袋は。ちょっと中見せてみろ。ただのお客さんだよ。なんなら防犯カメラでも見るかい。カメラなら、やりとりの一部始終全部お見通しってね。金メダルのことを刑事にバラされたら厄介だ。こんなんで突っかかられてさ、自分の時間奪われるのほんま嫌よな。めんどくさいんやけど。このガキだ。めんどくさい私、うんこ漏れそうなんです今。今から慌ててコンビニにトイレしに行こうと思ってて。うん、刑事さん、これ以上うちの客を脅さないでくれよ。うんこ我慢してるんだぜ。またな。またおいで。気をつけて帰るんだよ。いつになく優しいな。この紙袋絶対怪しいな。これさ、この刑事に見せたくないもの入れてるんじゃ。なんで刑事なんかが来てんだ。それよりその袋、中身気になる。気になる。見るなって言われた。見たって減らねえよ。責任取れよ。ちょっと開けてみようぜ。あの刑事に見られたくないもの。本物の銃。いや、さすがに違うか。でも龍二の持ってたモデルガンとは別格の出来だぞ。あのミリタリーや何者だ。それが理由？警察来たの。この銃売ってもらおうぜ。こんなすげえもの利用しない手はないだろう。これだけリアルならパレスでの効果も期待できそうだ。次に来るとき持ってこいとか言ってたよな。チャンスじゃねえか。返すときミリタリー屋に交渉してみようぜ。そうか、高額で
リアルに近ければ近い出来のものほどファレスで効力を発揮する感じが。ああ、何？電話やって、あんちゃん。もしもし、私もニュース調べてみたよ。鴨志田のやつ結構大きく取り上げられてたね。すっきりした？わかんない、想像以上に反応が大きくてちょっとびっくりしたかな。でも間違ったことしたとは思わない。もしかして私たちが動いたからみんなも勇気出て話せたのかな。そうね、実はあんなにも被害者がいたっていうね。それってすごくない？今まで考えたこともなかった。とにかく成功したんだからお祝いだよね。明日渋谷駅前に12時ね。遅刻厳禁だから。待って、連休って、うわ待って、このそっちはメダル換金した？忘れてないよ、はあ、このペルソナの5月、あれか、ペルソナのってか、ペルソナ5の5月って大型連休じゃないんや。え、だって昨日はルブラの手伝いして、で今日休みで、で明日行ったら次の日学校ってことやんな。店は期待してて、絶対みんな満足するから。それじゃ、あ、でもそうか、高校生ってさ、私もさ、社会人になって久しいからさ、忘れてたけど、アンダノが選んだ店か。高校生って有給、やっと友の食事にありつける。有給ないからそうやんな。中の休み、学校行くよな。行ってたんかな、もう記憶にないよな。行ってたんやな、多分な、中休みな。そっかそっか、社会人になって、あそこ、中休み、有給取って大型連休にする、そういう遊びばっかりしてたからもう忘れてたね。ナナ、明日は何が食べられると思う？中華かな。あ、中、あ、あるやん、中華かな。ふーん、中華なら肉も魚もあるし、デザートも充実してるな。餃子とエビチリ食べたい。まあ、いい、楽しみにしておこうか。にゃっ、別に私王将でもいいんやけど、てか王将がいいんやけど。なんかもう食べたいものが、食べたいもの、自分が美味しいと思ってるものが確実にあるから、私王将で全然いいねんけど。うんうん、夜どうする？クロスワードチェックないね。おーい、学校の前日に打ち上げすんのはオッケーやのに、打ち上げの前日に外に出かけるのアウトってどういうこと？あ、そっか、あ、そうや、私あれやわ。あれ、あんちゃんさ、集合12時って言ってたっけ？ランチで打ち上げすんのか。あ、そっか、私なんか勝手にさ、打ち上げって言うから、6時とか7時ぐらいから始まるのかなって思ってたけど、そっか。ランチで打ち上げすんのか。それやったらまあ、明日ちょっと早く起きて準備してって思うならば、出かけない方がいいのか。優しさを磨くか。優しくなければ人間じゃねえ。俺のことが見えるのか。頼む、真実を明らかにしてくれ。大丈夫、落ち着いて。何が起こったのか聞かせて。うん、お、うん、どうかな。まだだね。なかなか。よし。さてと。でもやっぱね、度胸上げとかないと取れない行動って割とあるからね。あと魅力ね。何これ、バイキング？うま。すごいな。さすが。ちょっと待って、何バイキング？待って、なんかすごい。とんでもない肉あんねんけど、右に。そりゃそうだ、食べれる？有名なホテルだよ。あのローストビーフの丸ごとのやつ。そういえば学校に警察が聞き込みに来るらしい。あ、でも男子高校生2人いたら食べれるな。厄介だな。絶対俺らの名前出ちまうよ。鴨志田のことで妙な噂されてるし。今後もこの店使うんかな。
学校のやつら盛り上がってるぜ。怪盗が本当に心盗んだってな、まあ、今後仲間が増えても座れるぐらいさ。中には割と本気で感謝してるやつもいる。見ろよ、怪盗お願いチャンネル。お願いチャンネル、怪盗よくやった、これで私も頑張れる、勇気をくれてありがとう。ちょっと嬉しくね。今まで自分のことで精一杯だったけど、こんな風に言われるとなんか不思議。なんかあんなサイトまで作られちゃって。だよな。なあ、これからどうする。食事は済んだのか。デザートがまだなんじゃないの。そりゃ食うけど。あ、ここ時間制限あんじゃん。食いな。やべえ、短い短ない。で、その打った、金メダル打った3万円で食べるうんぬんっていう話あったけど、これ一人なんぼすんのよ。あと50分。こんなペースじゃ牛のまでも終わんねえ。この子らさ、1時間の制限時間で50分残りってことは10分しか経ってないってことやんな。10分でここまで仕上げたん、テーブル。スイーツメニュー食べ尽くさなきゃ。荷物頼む、お前らの分も取ってくっから。やべ、溶ける。肉だけかよ。猫大丈夫なんか、食べ物や。どれから行こうかな。こっちはケーキだけか。部屋はへぇ布団ぞ。うっさい。一個いくらだと思ってんの。今日逃したら食べらんないからね。プルトンのビュッフェケーキ、噂には聞いてたけど、さすがすぎる。で、我が輩たちの分は。分かんなかったから。それ何、とりあえず豆にしといた。何それ、気色悪い。ま、豆。結構変わったものあったから、いろいろ取っといたよ。バナナのフライでしょ。バナナのフライでしょ。それからなんかの豆。ピータン美味しいよな。む、また豆。盛りすぎてぐちゃぐちゃになったけど、多分美味しいよ。グロすぎだろう。行こうぜ。こいつらのチョイスにはセレブさが足りねえからな。任せて。頼もしいじゃねえか。そこで荷物の番でもしておとなしく待ってろ。肉汁の大洪水だぜ。ここクリームチーズなんだ。聞いちゃいねえ。さすが最高級ホテルのビュッフェだな。ビュッフェ取れんの。ランクも半端じゃねえし。8000円取るだけのことはある。8000円やって、たっかー。あ、でもオリンピアのランチビュッフェもそんぐらいしたかな。いろいろあるけど、まずは魚だな。魚料理を盛りに行くぞ。どこのテーブルかな。え、これそういうイベント。うわ、え、ビュッフェイベント。ビュッフェイベントあるんですけど。え、魚料理、魚どれ、これか。魚って刺身もいいけど、グリルもなかなか。奥様ご覧になりました、例の鴨志田のニュース。ああ、セクハラ教師の囚人学園でしたっけね。あの話もしかして。お迎えのおばちゃん、春先の精神暴走事件、解決の目処も立ってないのに、あんな低俗な事件に時間割いてもらってもね。この国が平和ってことかしら。囚人の生徒さんはお気の毒ですけど。鴨下の事件のこと話題になってるな。そらな。
あら、この人らからしたら自分らが見てたオリンピックに出てたカモシだみたいなことなんじゃん。やば、注目されてるぞ。料理よそってごまかせ、後で食いたいし。やだ、こんな子供が。友達連れじゃないでしょうね。騒がしいのは勘弁してほしいわ。行きましょう。まあ分からんでもないけどな。私もあのお値段が可愛いお店はさ、学生とかの集団が押し寄せてきたりとかすることあって、ギャスかね、騒いだりするやん。それがちょっと嫌やなって思うから、お高めのお店でご飯食べるっていうのは社会人になってからは割とあることなんやけど、まあ、でも逆にね、その最近はその大学生とか高校生とか学生がギャーギャーやってんの見てると、うん、学生はそれでええねやって思えるぐらいの懐の深さも持ち始めています。学生は騒いでなんぼじゃない。楽しんで何が悪いんだっての。まあでも騒がれたらちょっと嫌かもな。気になるな。料理予想ついでに聞いてみようぜ。だから私みたいな考えで落ち着いて静かなところでそれっぽい奴らいない。ご飯食べたいからそこそこの値段払ってここ食べに来たのにおるやんっていうの思っちゃうことあるけど、でも彼らは彼らでね、あのお金払って来てるんやから別にええやんとは思うけど、うん、巨大スイーツこれか。近くでチョコフォンデュ。でかいな。じゃなかった。でかいな、これ2メートルぐらいあるんちゃう。どうせすぐに広まるって。もうネットに上がってるしね。例の鴨志田が世直しヒーローにやられたって話。世直しヒーロー、うちで扱うには少し子供っぽすぎると思いますけど。いいからいいから、我々は言われた通りにやればいいの。記者系かな。どうせ元ネタは学生の噂だし、信憑性よりも話題性だから。いるはずのない怪盗団をでっち上げようって話か。本人たち目の前にしてな。あ、やば、料理よそとけ。いやっていうかさ、でも私が立ち聞きしてることうのによりさ、バッグからはみ出てる猫見てるんやと思うねんけど。ホイップクリームいっぱいのやつ。めっちゃ怒られるで、これバレたら。どうかしました？猫アレルギーの人いるんやから。ああ、なんか知らないガキがこっち見てた気がしたんだ。あの、行こうか、もうすぐ会議だし。よそのお子さん捕まえてガキ扱いってひでえよな。他の奴らの反応も気になるな。でもさ、私かなり大人っぽいと思うねんけど。どう？これゲーム的な表現なだけで、実際やっぱりゲームの中の大人と並ぶと子供に見えるんかな、超。うん。肉料理。おー、肉じゃなかった。蓋を開けてみれば。元スポーツ選手の勘違いってオチだよな。おとなしく鴨志田先生をやってりゃよかったのにな。それはそうよ。真面目に調べる案件じゃないだろう。そもそもバカバカしい話ですし、下に丸振りのままでいいだろうよ。警察関係者かな。鴨志田のこと調べてんのかな。まあ乗り気じゃねえみたいだけど。うん、やば、料理屋さん。ほら、モルガナが喋るとニャーってなるんやろ。脂身少ないとこで。そろそろ先生着く頃だ。俺らも行かないと。先生、おいら方集めて何の相談だ。俺らの飯より重要な案件だろうけど。身なりはきちんとしてるが、柄の悪い連中だったぜ。あんなばっかりやな、ここ。他の奴らの反応も。これちょっと客層良くないんじゃない、うん、ご飯物、これか。やっぱ米だろう、じゃなかった。そんなに視聴率良かったんですか。ふわりギャル。女子高生に手を出した教師のニュース、鴨志田でしたっけ。要は煽り方だよ。相手はアホな大衆だからな。低俗で刺激的な話題を分かりやすく伝えれば数字はついてくる。鴨志田のせいで自殺しようとした生徒もいるってのに。ところで
急な心変わりって本当ですか？それは、やば、料理よそづけ、おこげ忘れんなよ。急な心変わりなんですよね。本人が罪を告ったって。どうだったかな。悪いけど時間だ、行かないと。会議が終わったらまた連絡するよ。急な心変わりか。ま、藤四郎にはそう見えるか。話聞けそうな奴らはもういないみたいだな。しかしここにいた大人たち、感じ悪い奴多かったな。いやほんまに。ま、話を聞いてみた感じ、大人連中は鴨下のニュースそんな関心がないってとこか。料理も一通り揃ったし、みんなのとこに戻ろうぜ。あ、料理持ってきたみたいだな。どういう、高級料理とご対面した感想は？うん、嬉しい。お前可愛いこと言うな。つかはしゃぎすぎんなよ。リュウジ、あんたそれ左側にあるローストビーフ全然減ってないやないの。残したあかんで食べや。あと私らに取ってきたっていうそのよくわからん豆の盛り合わせみたいな、私なんか食べや。これ残すなよ、バイキングで。リュウジに言われたくねえよな。食えよ。つかもな、食いすぎじゃね。次いつ来れるかわかんねえし。なあ、いつ死ぬかわからんしな。てか持ってきすぎだよ、残したら行儀悪いし。食べや。手伝ってあげれば。じゃ、リュウジの方がやばいから見て。みんなで食えばよくね。私もう無理、力になれなくてすっごく残念。ケーキめっちゃ食ってんじゃん。こうなったら一気に片付けるぞ。私完全に自分が食べれる分しか持ってきてないんだけど。もう、まだあんのかよ。諦めんな、行くぞ。食べた。食った。リュウジいけるやろあんた。おや、俺たちみんなの勝利だ。余裕や。お前の胃袋はパレスかよ。この後ラーメン行かへん？みんなお疲れ様。最後に口直ししたら？ラーメン？おすすめは季節のタルトか。グレープフルーツが甘酸っぱくてもう最高。ええわ、締めにそんな甘いもの。豚骨ラーメン食べに行こう。やめろ、酸っぱい話とか。豚骨ラーメンがいいよな。え？ダメだ。俺、トイレ。吐くのもったいない。我が輩も頼む、そっと運んでくれ。あ、やばい、猫バレる。ちょっと見て、あのテーブル。多めに見てあげようじゃないか。普段ろくなもの食べてないだろ。きっと。あ、そういう風に見られるわけ？ちょっとさ、あの高級バイキングがさ感じ悪くなるからやめえや、そういうことすんの。いや、おるってこんなん山ほど。感じ悪ない、あまりにも。普段ろくなもん食べてないからたまに来たバイキングで山ほど食べたとか、そういうこと？親御さんの顔が見てみたいわ。だと？あかんね、親のこと言うたら。リュウジはそれどころじゃねえ。行くぞ。あんなやつが育てた子供の顔が見てみたいわ。まだ腹が突っ張ってる。レストランの階のトイレ清掃中でマジ焦った。すごいね、見てこの阪急百貨店みたいなエレベーター。本当に吐くとかバカなのか。そうか、高級ホテルやもんな。お前もだろうが。もったいないな、吐いたら。レストラン何階だっけ？上がってきたから下の階だろ。リュウジの服ダサ。え？あ？で、はあ？リュウジの服めっちゃダサない？ラッキーセブン。脱げ、それ恥ずかしいから。事件のことまだつかめんのか？
あのなぜそこまでご執心で。正直気にされるほどのことでは。貴様の意見などいい、急げと言ったら急げ。この無能が。なんか顔と声にギャップがあるわ。普通に割り込みだろ。やめとけって。何か。エレベーター3つもあんねんからええやん。もう加勢するか無視するか、リュウジ落とすかしかないやん。てん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 。急いでいる。急いでたら割り込みありかよ。別に。しばらく来ない間に客層が変わったな。託児サービスでも始めた。てか別にこの人らも下に降りるんやったらさ、別にこの人ら全員乗ったってエレベーターいっぱいならんねんか、一緒に乗ったらええやん。あ？先生、お時間が。分かってる。うわ、あ！構うな。暴力事件や。リュウジ、あんた今突き飛ばされた瞬間に床に転がらな、で過剰に痛がらなあかんって、もったいな。うわあ、せっかく突き飛ばされたのにもったいな。なんだあの偉そう。教えとかなあかんわ。知らん大人に突き飛ばされたらとりあえず床に倒れ込んで痛いって言わなあかんでって。下に戻るんだろ。チャンスやで、チャンス今の。戻るけどよ。ムカつくやつだぜ。てめえ以外素で見下してやがる。いちいち腹立てんなって。やで。許せねえんだよ、ああいうクソな大人は。あの男の声。あの時の男の声に似ている気がする。どうした、大丈夫か。大丈夫。本当か、顔色悪いぞ。いつもろくなもん食ってねえからだろう。我が輩も猫缶ばっかだし。いや、猫缶食べてるうちはええもん食べてると思うねんけど。カリカリじゃないんやろ。何が先生だっての。猫缶結構ええご飯やん。ちょっとモルガナ贅沢覚えすぎやな。遅い。うちの猫たまにのご褒美やで、猫缶なんて。基本カリカリ。なんで切れてんだよ。ごめん、さっきおばさんとちょっとね、ぶつかってきたの向こうなのにさ、皿を落として割ったの私のせいにされちゃって。クソすぎんだろ。うん、大丈夫。でもさ、お店の人が私を見て、ああみたいな顔してたのがさ。まあ子供が来る店じゃないんでしょ。私らやっぱ場違いだったのかな。まあそうなんじゃ、しゃあないわ。なあ、そう、こういうのはランチで8000円出してもまあまあ別にえっかぐらいに思えるぐらいになった時に来て、せいぜいなんじゃない。知らんけど。パレスって誰でもあるんだよな。歪んだ強い欲望を持ったやつならな。お宝取れば改心するってのもか。そうなるな。どうしたの急に。さっき俺らも会ったんだ。身勝手で人のこと見下してくるクソな大人。俺らならそんな奴らを返しにさしちまうんじゃねえかと思ってよ。回答続けるってこと。考えてたんだ。せっかく俺らが鴨志田の奴返しにさせたのに、心の回答のことをまだ全然信じられてね。それによ、我慢してるしかなかった奴らが感謝してくれてんだぜ、俺らにさ。ああ、私だって思うよ。困ってる人を見過ごしたら前の自分に戻っちゃう。まあ確かに。我が輩が直々に鍛えてやるんだ。この怪盗団でできないことはない。てか
モルガナは何が目的やったんやろ、そういえば。自分の手伝いもしろよなって言って、鴨志田の剣には食い込んできてたけど。いいの？俺たち怪盗団なら、助けてやれんじゃねえか？想像もしたことがなかったが、確かにあの力があれば、人助けくらいはできるかもしれない。でも、またシャドウと戦うんだよね。ああ、それは避けられん、うん。でもね、なんかね、途中までしかプレイしてないけど、アンちゃんは早い段階でベンチ入りしてたから、あんまりシャドウと戦わなくて済むかもよ。まあ、いけんじゃね？なあ。これでようやく我が輩たち、駆け出しだが、怪盗団になれるってことだな。駆け出しか。なんかうちらっぽいね。おっしゃ、決まりだな。クソな大人ども、あっと言わして、俺らのこと、世の中に知らしめてやろうぜ。リーダーって、君でいいよね。ありがとう。もちろん。異議なし。俺そういう責任感いるの苦手。そうなん？我が輩を差し置いてってのはあるが、アンドロの推薦だし、許可してやる。リーダーっつっても別にやることないやろ、シフト組むとか。怪盗団の名前とか決めちゃう？前はなんとなく心の怪盗団だったけど、予告状に名前入れたらかっこよくね？はいはい、だったら可愛くてゴージャスなやつ。ねピンクダイヤモンドとかどう？だっせダッサ！なんか草野球感がすげえな。じゃあ我が輩のアンダー。ダイヤモンドはちょっとダサいわ。アマダイのポワレ、シャンピニオンソースとかは。それは何？アマ、なんだって？料理の名前かな。さっき食ったやつだ。メモリアル。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。そういう付け方もいいかもね。確かにメモリアルやわ、それは。思い出すね、ここでの嫌な出来事を。アホか。なるほどね。もう、お前決めてくれ。え、これ、え、デフォルトないの？ザ・ファントン。ちょ、待って、これもこれでダサいって。すごいぞ、ダサさが。どうしよう。あー、じゃあ怪盗団の名前なんですけど、バブリシャスで行こうかな。これね、何年前、 5,6 年前かな、それぐらいに販売中止になった風船ガムなんですけど、知ってます？私これめっちゃ好きでさ、子供の時もうバブリシャス大好きで、販売終了になった時には悲しかったもんよ。みんななんか好きなものをね、あげていってたでしょ。アンちゃんもモルガナもね、私も好きなもの、バブリシャスで。チュッパチャップスと悩んだけどな、チュッパチャップスちょっと未だに売ってるものやからさ、気使ったよね。未だに国内で売ってるでしょ。バブリシャスはね、今国内には売ってないので。あれどうなんやろ、海外ももう売ってないんかな。まあね、そういう意味合いも込めてね、バブリシャス。これ怪盗団ってつけなくていいんか。割といいんじゃない？せやろ、なんかちょっとゴージャスやろ、響きが。ルーキーの提案にしては上出来だな。ほんまなんかその前後にいろいろつけることも考えたよね。アンちゃんのピンクとダイヤモンドをどっかに入れてあげようかなとか、モルガナのアマダイとか、ポアレとか入れてあげようかなと思ってんけど、なんかね。名前はこれでいいんだな。バブリシャスでいい？ピンクバブリシャスとか、バブリシャスピンクとか、そんなんにしなくていいかな。名前はそれでいいとして、ターゲットは誰にすんの？クソ大人なんて嫌ってほど嫌がるからな。あえて大物だけ狙うってのはどうよ。大物ね。あー、なんかさ、社長はちょっと気使わん？その改心して会社がいいように行けばいいけど、もし改心じゃない方に行っちゃった時に、なんかその社員、罪のない社員が路頭に迷うのかわいそうやなって思うから、有名人、有名人もかわいそうやけど。まあそんなとこだ。
大物ならニュースになんだろ。そしたら俺たちを信じる奴ら今よりずっと増える気がしねえか。龍二にしては面白い意見だ。なんかデスノートみたいなことになりそう。確かに私たちのことがもっと広まればたくさんの人たちに勇気をあげれるかもしれない。キラみたいなことになりそう。でも適当に誰彼構わずはなんか嫌じゃない。なら全員が乗れるやつに絞ろうぜ。うん、全会一致で決めた大物か。その投票どうやってやんの。いいね、全会一致、掟っぽい。口頭で言うとさ、やっぱりあもうみんなやるっつってるからやるわみたいなことになるからさ、なんかあの10円とコインの表裏でやろうや。怪盗団の結成だぜ。わかる？なんか全員がハンカチの中に手入れて10円玉とかなんかコインの表裏を向けることで、はいかいいえを出すやつ。大変、食べ放題の時間終わっちゃった。話の続きは明日にすっか。あんちゃんって目真っ青やねんな。ヨーヨー見たら関係ないかな。これはやっぱりそのアニメ的表現というかそういう感じかな。人の歪んだ認知が形になった異世界、そこから宝を盗めば心が変わる。しかも教えてくれたのが喋る猫だっていうの。見せたろか。率直に言ってよまいごとね。聞くに値する話とは到底思えないけど、デタラメにしては鴨志田の自供と符合しているところがある。君を逮捕した警察官たちの証言ともね。まあいいわ、それより重大な話が出たわね。喋る猫とやらの他に登場した2人の仲間、話の流れから言って同じ囚人学園の生徒よね。すぐバレると思いますよ、誰かはさすぐバレるやろな。まずリュウジから紐づかれるやろし。そう、まあいいわ、話を進めましょう。追及すべき事件はまだまだある。嘘や作り話はいずれ必ずボロが出るわよ。次に予告状が出されたのはこの人物、日本画の大家マダラメ一流さん。マダラメ、この男が狙われたのは鴨志田以上に不可解だわ。まずどこで知り合ったの。直接被害に遭ってもいないのにどうやって悪事を知ったの。君たちが何を企てたのか、そこから話して。リュフェダに消えちゃったけど、あれじゃあ3万円ゲットしたけど引かれんの。引かれる。まあ残りの6000円はポッケないなやな。怪盗団か、いい響きだな。みんなの役に立てればいいな。あのサイト気になるよね。怪盗お願いチャンネル、誰が作ってるんだろう。今どきってあんな簡単に作れるんやろな。アンケート支持率 6%。 え、そんなもんちゃう。まあでもわざわざあのサイトに来たくせに支持率 6% って、まあそう思うと低いかもしれんけど、そんなもんちゃうの。うん、増やしたくなんね。大物退治していけば増えてくぜきっと。わあ、これ矢神ライトみたいになりそう。キラ様みたいな。マイパレス、設定画や楽曲、カードゲームなど。ああ、そんなあるんやね。なんか SNS、 そういやこれ送っとく。今日の記念の1枚、怪盗団結成記念、ついでにビュッフェ記念。あ、シャメやん。嘘、ちょっとこれ私欲しいねんけど。え、これスクショできへんの。ないな、スクショ。記念記念言いすぎ。っていうか、あ、これ。食べてる途中やん。撮るなら言ってよ。確かにこれちょっと、あんちゃん言うたれよって思うよな。まあ、でも、素でこんだけ可愛かったら別にええんちゃう。いや、声かけたけどお前ずっと食ってたじゃん。まあ、とにかく、これから怪盗団始動だな。
なんかビッグになるとか言い出してるこいつ。方向性間違わんければええな。方向性の違いで我々喧嘩せんければええな。リュウジてめえっつって。いいか、